熊本県道1号熊本玉名線は、熊本県熊本市中央区から、玉名市に至る県道である。熊本市と玉名市を結ぶ道路の一つで、藤崎八辺宮の鳥居がある藤崎、宮前交差点を起点に、金峰山の山地や玉名の観客地を通り、玉名市、桃田交差点を結んでいる。金峰山を通るためカーブは多いものの、最高速度が、 時速 30km に制限される急カーブは、玉名市天水町商店のループ橋を除き、存在しない。熊本市西区河内町から、玉名市天水町商店にかけては、河内みかんと呼ばれるみかんの名産地を通るため、みかん畑が多いが、みかん畑が多いため棚田は皆無である。玉名市天水町商店から終点にかけては、 建国時代から昭和まで断続的に続いた干拓地を通るため田畑が多い。熊本市西区河内町で歩道を整備する改良工事が進められている。玉梨天水町商店の玉梨立商店、小学校周辺に境愛区間があるが住宅街のため工事等は行われていない。なお、熊本市西区と玉梨天水町を結ぶ道路は他に 国道501号があるが、熊本市西区小島の坪井川橋から、熊本市西区河内町船津の河内、町づくりセンター付近までを坪井川の河口や、有明海の海岸線沿いを通るため、最高速度が時速30キロメートルに制限される急カーブが、複数存在する。また、宇都市方面から、玉名市方面までを、熊本市の市街地を経由せずに結んでいるため、 大型車の通行も多い。起点から、熊本県道31号熊本田原坂線との、重複区間が終わる上、熊本一丁目交差点までは4車線、上、熊本一丁目交差点から、熊本市西区河内町竹の峠の、茶屋公園付近まで及び天水町、商店交差点から終点までは2車線、峠の茶屋公園付近から、玉名市天水町商店のサザンカロードとの三差路の、 先まで2車線、玉名市天水町商店のサザンカロードとの三サ路の、先から天水町商店交差点までは1点を、車線と2車線が入り組んでいる。起点藤崎宮前交差点。ありがとうございます。